先輩のラッパーは後輩のラッパーに、ちょっとこの隠蔽行為から空気入れておいてなどと命令しますか？ペコイボールじゃないんやから。インってその、空気入れんかったその羽が悪なるとかないんよ。ペコイから空気入れたの。え？なんか、ボールじゃないのインって。お前じゃあ楽屋で見たことあるか？その、ハンニャさんがインにプシって刺して、ピッピッピって入れてるとことか見たことないやろ。あれ、今、ハンニャさんに電話して聞いてみてよ。いや、お前、元日。あれ、仲いいじゃん。いや頼むぜ、頼むぜ。さすがに、ハンニャさん、ちょっと、夜遅くすいません。インって空気入れたことあります？あ？すいません、すいません。今ね、今なんか、泣き声ですよね。いや、ね、泣き声じゃん。今なんかさっきのね、ん？今さっきのなんかね、猫はニャーですね。ラッパーは。うん、です。まあなんか、できちゃ、まあ、ハニャさんに聞いたら、うん、ディギモに聞いたら多分ディギモに聞くから、もしもし、ディギさんですか？インに空気入れたら、インって跳ねるようになるんですか？ぴゃっ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 ぴゃ、オレリー、ウェスピャオレリー、ドレス、ギョレンビューレイ。で、終わります。プー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 。留守番電話に。福田さんがこれいいのって言って。あんなに、結構踏み込んだメールを俺に渡してくれる福田さんが、いいのこれ心配してるよ。それが電話出えへんかった。